こんにちは、セイラです。皆さんはディーゼル機関車の DD54 についてご存知でしょうか。ディーゼル機関車はディーゼルエンジンを動力源とする機関車のことです。今回フォーカスするディーゼル機関車の DD54 は1960年代後半から1970年代中盤あたりまで活躍した車両です。この時代は日本においてディーゼル機関車が成熟し、最もディーゼル機関車が活躍し、そして終焉に近づいていた時代でもありました。今回はディーゼル機関車の DD54 にフォーカスしていきます。 DD54 型ディーゼル機関車とは、 DD54 は日本国有鉄道が1966年から設計製造した亜鉛専用液体式ディーゼル機関車です。新三菱重工業にて1962年に試作した DD91 の試験実績をもとに製作されました。日本離れしたデザインで注目を集めました。当時の列車事情としては、動力近代化計画に基づいて大量の煙のために安全性や快適性に問題がある蒸気機関車を計画的に廃止し、無煙車両を投入する計画の真っ最中でした。鉄道網が整備され始めたのは明治時代からですが、車両は基本的には蒸気機関車、いわゆる SL でした。1919年、大正時代には主要幹線や勾配区間、水力発電を活かせる箇所などの大規模な電化計画が閣議決定されるなど、早々に電車の導入を見据えていたのですが、この時は関東大震災の影響によって電化計画が頓挫しています。戦後においては石炭の供給が極端に不足していたため、電車の導入が検討されました。しかし1950年以降、ロッジラインと朝鮮戦争の影響による物価高騰により電化は困難となり、一方で石油の輸入規制緩和が実施されたことから、ディーゼル機関車に対する関心が強まりました。こういった無煙化と石油輸入規制緩和という背景もあり、ディーゼル機関車の DD54 が開発されることになったのです。 DD54 の歴史。 DD54 は風貌も技術も西ドイツの流れを組む機関車で、異色の存在で、三菱重工が西ドイツのマイバッハ社、メキドロ社より技術提携を受け開発生産したものでした。当時ディーゼル機関車においてはヨーロッパが頭一つ抜けた存在であり、その技術を取り入れようという思惑もあったようです。製造に関しては、西ドイツ側メーカーと三菱重工業がライセンス契約を結び、一手に引き受けています。ただこのライセンス契約では、あくまで製造のみが許されており、設計変更などは許されていませんでした。このことが DD54 の運命に大きく作用することになるのです。DD54 のエンジンは、エンジンに関してはマイバッハ社製 1820PS の大出力エンジン1機を搭載しています。液体変速機は爪クラッチを介在させた4段変速機構を持つ DW5 で、マイバッハ社のメキドロ K184U のライセンス生産品が使用されました。 DD51 との比較。 DD51 は DD54 の一つ前のディーゼル機関車です。DD51 は1962年に登場したディーゼル機関車で、600両以上製造され主力となった車両です。 DD54 が登場した当時、 DD51 の初期不良が解決されつつあり、車両として安定運用が実現できていた時代でした。車両としての特徴は、整備や機器配置のたやすさから、本専用機関車としては世界的にも珍しい車両中央部に運転台を設置したセンターキャブ構造を採用した点です。エンジンや変速機についても設計段階から国内で行われ、現場運用にフィットした車両という形で改良が続けられました。ちなみに DD51 が蒸気機関車を廃止に追いやった存在として、鉄道ファンからは赤豚、ムンチン、ダメデゴイチなど言われました。DD54 は欠陥機関車。無煙化が大きく進むと期待された DD54 ですが、その期待とは裏腹に、欠陥機関車とか、
悲運のディーゼル機関車と呼ばれる機関車となってしまいました。その理由は故障が多すぎたのです。当時車両の機関区の検査係だった大地洋次郎さんは次のように当時を振り返っています。とにかく故障ばかり、一箇所だけでなく体中が悪い感じ。まともなのは15両ぐらい、蒸気機関車から置き換わり整備も楽になると思ったのに。 SL の熟練の整備工であれば検査係が手で触り、ハンマーで打音検査を行えば SL の体調が大体分かったそうですが、 DD54 は突然故障するという現象が相次ぎ、整備工泣かせの車両だったそうです。時には故障で止まってしまった DD54 を SL で回収に行くということもあったようです。元機関士足立裕二さんは故障が嫌で乗りたくなかったと当時の思いを正直に語っています。ちなみに乗務後の機関士への挨拶は決まって、今日の調子どうだったというものになっていったそうです。あまりにも故障が多く、機関区には壊れて動けない車両が留め置かれ、部品取りに使われ、2個1、3個1、共食いは日常茶飯事模様です。こういった事態に見舞われ、いずれの車両も法定耐用年数18年を全うすることができませんでした。さらには国鉄であり、国民の税金が製造などには使われたことから、国鉄の資産運用について国会で質疑応答が行われる事態にまで発展してしまいます。ではなぜこういった事態になってしまったのかという点ですが、それはいくつかの要因があります。まずは搭載された大出力エンジンや液体変速機を保守整備するノウハウやスキルが当時の国鉄にはなかったという点です。特にライセンス生産品を重要ユニットに使用していたため、現場の改良や原因の追及からの改善改造が大きく規制され、メーカー側も改良に消極的だったことが大きく影響しています。使ってみて改良を加えるというのはこういった製品の常であり、それを規制されるということは完成度が一向に上がらない要因となりました。こういった状態であるため、 DD54 の保守費用は莫大なものとなり、 DD51 のなんと18倍にもなっていたそうです。確かに高い精度と複雑な構造であるというメカ的な問題がありますが、実はそれだけではないようです。当時の国鉄の体質的な問題も DD54 の運命を大きく左右した要素です。運用されていた1970年代はちょうどマルセイ運動の挫折によって労使関係が悪化した時期でした。労働組合の勢力が強く、最先端技術を取り入れた車両や保守取扱いに手間のかかる不便な車両は労働強化につながると敬遠される傾向もありました。現代ではあまり考えにくいですが、当時は国鉄がストライキによって運休するということ、結構あることでした。そういった思惑もあり、手がかかる DD54 は早期に廃止決定されたのではという声も現在は聞こえてきます。確かに現場サイドとしては信頼性や安定感、そして隅々まで把握できる DD51 の方が好まれるというのは無理ないお話だと思います。まとめ。ここまでディーゼル機関車 DD54 についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。 DD54 は期待とは裏腹にあっという間に姿を消すことになってしまった車両です。確かにメカニカル的な問題や運用体制の問題などもありましたが、人間側の問題が大いにあったように感じます。ライセンスの問題や国鉄を取り巻く状況の問題など、 DD54 のストーリーはかなり根深いものを感じさせます。国鉄は1987年に民営化が実行されます。この背景には国鉄の赤字体質や余剰人員の整理などの目的がありました。そして現在の JR となっていくことになります。 DD54 は最後まで使用された4両中の1両で、米子機関区配置時代に特急出雲、牽引機に指定された6両中の1両が保存機として残されています。サイト層も施工され、当時の美しいヨーロッパ風デザインもキープしています。現役期間が短かったこともあり、鉄道マニアの中では熱狂的な支持を誇る車両であり、プラモデルなどで現在も模型が販売されています。
鉄道は蒸気機関車からディーゼル機関車、そして電車へと変貌を遂げました。その過程の中でディーゼル機関車 DD54 という車両のストーリーを思い返すことも時には楽しいものです。それでは最後に質問です。皆さんは悲運のディーゼル機関車 DD54 についてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。